はい。どうも皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は5月21日ね、火曜日更新日に、えー、登場しましたガチャですね。はい、えー。デラックス11連ガチャについて解説やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、結構シンプルなね、優勝ガチャが来ましたね。まあ、普通にグレードピックアップがね、入ってるガチャなんですけど、まあ、確率とか見てみてね、もし面白そうだったらお勧すすめできるかもしれないので、まあ、しっかりと見た上でね、 はい、えー、どういうガチャかどうか判断していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、えー、デラックス11円ガチャね、はい、優勝限定で6回限定となってますね。で、今回のガチャはですね、まあ、6回限定なんですけど、えーまあ、スペシャル枠でも早速見ていきますと、 えー、ご覧の通りですね。85五条が毎回スペシャルは確定してるんですよね。あ、5回目までか。で、6回目はグレード89以条確定かな。で、1回目から5回目までが、グレード89以条の出現確率が20%ずつあって、で、6回目はグレード93以上の出現確率が20%あるというね。まあ、基本的に登場ガチャとか見てもらったらわかるんですけど、まあ、グレード93のね、ピックアップが入るのって、まあ、限定とかだったら、まあ、例えば2週目の10回目とか、 ま、でいけば、まあ、限定だけで20%ではあるんですけどね。うん。今回はまあ限定だけというわけにはいかないんでしょうけど、まあ、優勝限定ですが、まあ、6回目までいけば、グレード93以上の20%というね、ピックアップが受け入れますよという、まあ、ここで薄いとこ引ければ結構チャンね、あの、チャンスだなと。まあ、補強チャンスではあるのかなというふうな、書き方をされているガチャなんですけども、 まあ、やっぱり J クラの優勝ガチャといえばね、まあ、そんなにわざわざ優勝にすべきなのかみたいなガチャもたまにあったりするんでね、まあ、今回のガチャ、えー、しっかりとね、そこ、まあ、ここに惑わされないようにというか、まあ、本質をしっかりと見た上で、まあ、どういったガチャなのかというのをね、まあ、見ていきたいなと思います。で、今回ですね、まあ、TS が今ね、登場してるんですけどね、TS はおそらく入ってないんじゃないかな。フォーカストプレイヤー第1弾キャプテンも引き続き出現中、まあ、中田秀俊、あ、中田幸二選手とは書いてないからね。 うん、多分 TS は入ってないんじゃないかなと思いますけど、まあ、TS 入ってたら激ツやけどね、グレード93以上とか、TS のピックアップえげつないことになってると思う多分入ってないと思いますけど、じゃあ見ていきたいなと思いますね。はい。まあそういったガチャが、えー、登場してまして、まあ実際の確率ね、見た上で、まあちょっとお話ししていこうかなと思いますね、ここからは。まあでもチャンスといえばチャンスかもしれないけども、さあということで、まあ常設の割合なんですけど、レギュラー92.5%。 キャプテンが3%、フォーカストプレイヤー第1弾が4.5%ということで、まあタイムスリップはね、さすがに入ってないですね。うん、まあこれはちょっと仕方ないかなと思いますね。はい。で、常設の確率はまあご覧の通りでして、まあざっくり見ていくとこんなもんかな。まあ決してお世辞にも高いとは言えない確率かなっていうね。まあ常、まあ通常のところで97とか、まあ特に限定とか、まあ7レギュラーでも結構狙いにくい。まあ、0.018しかないんでね。 うん、ちょっと厳しい確率にはなってますけど、まあ、ご覧の通りとなってますね。はい、まあ、特にピックアップ、まあ一応フォーカストプレイヤー第1弾が1.5倍,倍なんで4.5%あるんで、まあ、ちょっとキャプテンに比べたら狙いやすくはなってますけど、まあ、そんなに大きく変わる確率でもなさそうかなという感じですね。まあ、全然どっちも、まあ、限定引けばどちらでも全然可能性はある,、まあ、ある程度フラットに近いぐらいはありそうかなという感じですね。うん で、これが結局、まあ、どうなっていくのかというところなんですが、まあ、スペシャルアークですね。ここ85以上確定なんですけど、まあ、ここのね、大元の、まあ、割合は変わらないので見ていくと、まあ、レギュラーの85から88が72.75%。うん、きついね。で、レギュラーの89から92で16%。で、93、96は2.67%。で、97以上0.298。うん、まあまあね、<laughs> きついね。 でキャプテンは、まあ、下から2.9、0.09、0.009、0.001と、まあ、特にピックアップされてないんで、上の方はね。で、フォーカス・ロープレイは第1弾85から884.35、89から92が0.135、で、えー、93から96、0.014、で97が0.002ということで、変わってないんかな。 ああ、大まかにはそんな変わってないね。上の二つは変わってないし、89から92もこれ変わってなくない ?0.135 じゃん、結局。ああ、変わってないね。まあ、あれだね。多分おそらく、その限定のところは、75から84のところが全部85から8らしいに丸のっかりしてんのかな うん、キャプテン、キャプテンもそうね。0.01,0.09。そうね。変わってないもんね。キャプテンもね。ということで、ま、あるのっかり。これ、レギュラーはちなみに。レギュラーはさすがに確率は上がってるんよね。上がってるね。レギュラーさすがに上がってますね。うん。限定はね、これ85から88しか関係ないですね。9、89以上20%パーってピックアップの中に。そんなことある入ってないのこれ。え嘘 変わってないじゃん、確率。ええー。これ、19、10、ん何パー乗ってんだ何パー乗ってるかまで分かんないですけど、丸乗りしてるの、これ、レギュラーにしか乗ってないの、ピックアップ。いやー、それはちょっと詐欺でしょ。<laughs> 詐欺でしょ。これ、上、確率変わってないじゃん、全く。ここね、今、ちょうど見切れてますけど、フォーカスのプレイヤー見てもらったら分かるんですけど。ね、上変わってないよね。<laughs> えって感じですけどここ89 0 20%のピックアップあるんでしょうかピックアップ関係ないじゃん限定。あ85以上が確定してるからまあ85の確率はねまあ、当然下の分だけ上がってるっていうことでまあひどいね。<laughs> まあ、ひどい。いや、これはね、ワ,ワンチャン詐欺あるでしょ <laughs> こ,れこれ詐欺じゃないの本当に。これ厳しいよ、これ。まあ、確率容器してるんで問題はないんでしょうけど、これはさすがに水に引いた人、激おこ案件でしょうーん。これはちょっとやばいね。うん。激やばです。やっぱだ、まあ、優勝ガチャってこういうことするんだよね。何のために課金させてんのこれ。やばいだろう。 もう、ユーザーのお金何とも持ってないな。っていう感じです。ひどい。いや、まじでいい、これさ、同じこと起きてんじゃないのこれ。ほら、ひどいって、これは。嘘でしょ、これ。は ?89 九十の確率は確かにピえ、これ93以上のピックアップ20%のとこよ、これ。変わってないじゃん、93から96と97の確率。いや、やばいよ、これは。 ダメでしょこれ、レギュラーに丸乗っかりしてるだけじゃん。うーわー。これ、どういう書き方したら、ちなみにち、ちょ、もう一回見に行っていいですかちょっとひ、これひどすぎる。ちょっと待って。え、レギュラーとか書いてないよねえ、これはひどいよ。いや、これはもうボロ化するよ。めちゃくちゃよ、こんなの。うん。ダメでしょ絶対引かない方がいいよ。絶対。 絶対引かないほうがいい。これ引くんだったらもう TS ガチャ6回引いたほうがいい。絶対。それかまあ、今フォーカスもなくなったやんけな。で、フォーカスの登場ガチャなくなって、なんでこれなのちなみに。フォーカスどうすんのこれ狙えないじゃん。こフォーカス確定とかでもないんだよ、一枠。なんでこんなガチャ出てきたんやろな。え、これ一周、これもしかしてさ、うわー、嫌な予感がする、これ。僕、ダブルリテラ回避したと思ったけど、これダブルリテラあるんじゃないかな。<laughs> これ。え、これ、 怖くないこれなんか23とか4とか出してこないよな。え、なんでそもそもこんなガチャなんだねえ、おかしいよね。フォーカスピックアップないっすね。えー、マまじか。これもう一回ぐらいガチャ出る可能性ありますね。28までね。うん。いや、にしてもこれはね、まじでね、僕ね、結構いろんなひどいガチャ見てきたけど、まあ、あいろんなひどさのね、なんていうんかな、v あるっすけど、 これさすがにひどいよ。これ課金させて引かせるガチじゃないよ。本当に。課金しなくても引かないよ、こんなの。うん。っていうぐらいひどいガチャです。まあ引く価値ないです。はい。ということで、もう終わりです。引く価値ありません。はい。もうこれを見て、まあ、引こうかなと思ってた人絶対見た方がいい。うん、絶対見た方がいいもう100、もう僕はダブルリトライとかなのがまだいいと思う。それなら、本当に。っていうぐらいひどいね、これは。うん。 だからこれ優勝限定の意味がわかんないもんね、そもそも。<laughs> なんでこれ課金しないと引けないんだ、そもそも。これ課金しなくても引かないだろ、もはや。うん。タイムスリップ来てる状態で。絶対タイムスリップの2、30%パのピック狙うでしょ、まだ。っていうぐらいひどいガチャなんでも、も絶対に引かないでください。うん。絶対に引いちゃダメです。はい。もう福袋ガチャ絶対引きましょう。6回とか課金して引くガチャないじゃないんで、そもそも。 ひどいんで、普通に。あの、確率ピックとか言っといて、限定に全く干渉しないの、さすがに僕はちょっとやりすぎだと思うな。これはさすがにちょっと良くないんで、まあ、絶対に引かないでください。ということで、まあ、怒りの感情を込めたまま、えー、<laughs> ガチャ評価動画、えー、終了とさせていただきたいと思います。本当にもうワースト1ぐらい争うぐらいひどいガチャなんで、ぜひ引かないでください。ということで、じゃあ今日のガチャ評価動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日も失礼します。バイバイ。